4月27日、何の日ですか、駅伝が誕生した日という。はい、駅伝誕生の日ということで。誕生日ということで、うん、駅伝してみます。電車と戦います。 VTR スタート。はい、今日は駅伝誕生の日ということで、あ、ということで、ね、この格好でもうみんなこの記念日は知ってますからね。もうこのタスキを見たら誰もが、え、今日は駅伝誕生日ですよね、そのタスキ欲しいんですけどっていうことになるので、外に出てみてこのタスキを誰かに渡していきたいと思います。渡せたら終わりということで、行ってきます。はい、ということでね、外に出てきたわけですけど、もう絶対にすぐ見つかってもう終わりだと思いますね。ちょっと探します。やっぱちょっともう街がちょっと浮かれてるもんね、やっぱ駅伝誕生の日だから。すごいなんかちょっとにぎわってない？すごい、こんな今日にぎわってるんだな。あ、ちょっと聞いてみましょうかね、助けもらってもらえるかもしれない。すごい突然こんなこと聞くの申し訳ないんですけど、まあ、3月27日が何の日かご存知ですかね。は、はい、僕の誕生日。あ、おめでとうございます。あ、そう、マジなんです。あ、そう、はい、あ、おめでとう。いや、それは本当に、はい、めでたい。すごい、マジです。あ、本当に、あ、そうなんですね。はい、あ、おめでとうございます。じゃあちょっとこれ触れてみてください。これ、本当におめでとうございます。え、これ良かったですよね。すごい、一人それ良かった。ほんと、ほんと良かった。ありがとうございます。あ、よかった。あ、よかった。あ、ほんと、やばい。ほんと、なんか、いや、似合ってますよ。すごい、助け集めてたんです。あ、助け集めてる、はい、あ、ほんと良かった。ありがとうございます。いや、こんなことあるんですね。まさかその駅伝と同じ日に生まれた人に偶然会うなんて。ちょっと駅伝と誕生日か知らなかったんですけど、まあでもやっぱ駅伝と同じ日に生まれた人はやっぱ助け欲しいみたいな。ちょっとお便りのようだってね。ヒレモがなんか言ってるから、なんか背中がすごい凍らすぎですね。タピキロ仮面かな、彼がね。